こんにちは、フィーフィーです。70年前、アメリカを選択したからといって、今後も70年間、アメリカを選択するわけではないと。これ、アメリカに駐在する韓国大使の発言なんです。経済でもアメリカに助けてもらっておきながら、この言い草。 アメリカが韓国に対して我慢ならない我慢の限界だと言うんです一体何が起きているのでしょうか中国や北朝鮮によっていく韓国アメリカの同盟国でありながら韓国はどこへ向かっているのでしょうムン大統領は先日行われた国連の総会での演説で朝鮮戦争に終戦宣言をしようとアメリカに相談もなしに発言 国際社会に協力を呼びかけました。北朝鮮に対して非核化を求めている国際社会からすれば、その条件も出さずに南北融和に協力を求めることはありえないこと。当然理解されるようなことではありません。勝手にアメリカに相談もしないままに終戦宣言という発言をしたわけですが、これは米韓の安全保障に大きく関わること。 これまでも中国や北朝鮮に寄っていく韓国に苛立ちを抑えていたアメリカですが、ここに来て、その我慢も限界に来ていると言います。今年初めに東京で開催されたクワッド、これは日本、アメリカ、オーストラリア、インドの4カ国の外相の会議なんですけれども、本当はこの会議の前にアメリカのポンペオ国務長官は、 韓国を訪問すする予定だったんですね。これも急遽中止になりました実はアメリカは東京で行われるクアッドに参加するように韓国にも呼びかけていたんですでもこれを韓国側が突っぱねたんですこのクアッドの参加はアメリカが韓国に突きつけたいわば踏み絵のようなもの国連の問題発言もあるしここで韓国がアメリカに着くのか中国に着くのかその意思を はっきりさせるべきとこういうことだったんですけれども韓国はここで何を考えているのかアメリカに駐在する韓国大使がとんでもない発言をしたんですね米韓同盟を続けるかどうかは韓国が選択できるとこう言ってのけましたあのこれ詳しく言うとこれ冒頭で言ったこの70年前アメリカを選択したからといって 今後も70年間アメリカを選択するわけではないと、こういったわけです。こんなことが立て続けにあって、アメリカと韓国の同盟関係がまずい方向に行ってしまってるわけですね。米韓同盟は当然日本、そして東アジアの安全保障に大きく影響します。 でちょうどそのタイミングで今月初めに東京でクワッド4カ国外相会議が行われたわけですこれ何の目的何のための会議かというと中国の国際社会における影響力の拡大と軍備の増強また東シナ海南シナ海の進出を食い止めるための これまでの日米韓に代わって日本とアメリカとオーストラリアとインドが連携を深めようとつまり東アジアにおける安全保障の戦略を見直す目的の集まりだったわけです。ここにアメリカは、まあ、試す意味というか韓国の意思を確認する目的もあって参加しないかと声をかけたんですけれどもこれを韓国に避けられてしまった。 10月10日に北朝鮮では朝鮮労働党75周年を祝うセレモニーが行われましたここでは大々的に軍事パレードも行われてそこには新型の ICBM これは大陸間弾道ミサイルですねそれとかあとは潜水艦発射型ミサイルこれらがお披露目されました。 それだけではなくて韓国全土を攻撃でできるる超大型型のロケットからなる新型兵器も公開されたんです。つまり北朝鮮が新しい核ミサイル兵器をどんどん開発している中で韓国は何を考えてか勝手に終戦宣言を呼びかけたわけですね。かつてホワイトハウスで補佐官をしていた人物は韓国のこの発言についてこう話しています。 ムン大統領が国連でこうもアメリカ議会アメリカの立場と一致しない演説をしたのは初めてだと若き北朝鮮のリーダー金正恩委員長うまく非核化に向け説得しようと努力してきたトランプ大統領は10日に行われた北朝鮮のこの軍事パレードで新型兵器は次々と公開される様子を見て怒りと失望を表明しました。 しかしここでも韓国はどっぷり北朝鮮寄りで危機感すら持っていないこのセレモニーで金正恩委員長が愛する同志たちと韓国に呼びかけてそしてまた手を握り合う日が訪れることを願うとこの発言に対して韓国は この演説が朝鮮半島の平和と南北関係の発展につながると南北融和に期待したと言います。北朝鮮にどんどん寄っていく韓国は、ベッドチームである中国にもべったりで、先ほど増えたクワッドの4カ国外相会議、これもアメリカの参加の呼びかけに対しては、こんな断り方をしているんですね。 これ東アジアにおけるこれは中国の脅威をいかに封じ込めるかという話し合うための会議なわけですよね。韓国の外相はこれに対して他国の利益を排除するようなことは良いやり方ではないと。つまり韓国は中国との関係を重視すると受け取られるような発言をしたわけです。そして韓国はそもそも このクワットに正式に招待されてもいないとまで言いました。韓国はこれまでもアメリカの反中国的な戦略に対しては消極的で韓国独自の政策を打ち出してきたんですね。アメリカと足並みを揃えて中国に対抗していこうという気がさらさらないとこういうことなんでしょう。10月14日にはワシントンでアメリカと韓国の 安保協議会が行われまし,たしかし会議の後の共同記者会見はアメリカ側の要請で突然キャンセルになりましたまた共同声明の中には昨年まであった在韓米軍の現状維持というこの言葉が入っていませんでしたこれは米韓同盟が深刻な状況になっているということの表れでしょう え韓国側はどうやら韓国軍主導の防衛体制を準備したいということなんでしょうけど、これにアメリカが時間がかかると反対しているんです。まあ、北朝鮮寄りの韓国ですから、韓国主導の体制と言っても、北朝鮮のまあ暴走を抑えることもしないだろうし、隙だらけとアメリカが反対するのも当然でしょう。 韓国はムン大統領の任期中にどうしてもこの体制を整えておきたい。しかしアメリカは特定の期限を決めてやるなんて約束することはアメリカの軍隊を危険にさらしかねないと。これを受け入れませんでした。そしてこの米韓の 安保協議会では、まあ、今なかなかですね、米韓の間で折り合いのつかない防衛費についても話し合われたんですね。ここ非常に大事なんです。その中で防衛費の分担についてアメリカは韓国に50%を負担するよう求めているんですけれども、これを韓国はこれまで通り13%しかダメだと主張したわけです。 え結局、どちらの主張も平行線のままで、このために今回の共同声明からは、先ほども言いました、在韓米軍は現状の水準で維持するという、この言葉がアメリカの要請で、実に12年ぶりに消されたということなんです。え今回の話し合いでは、 これまでにないほどに共同声明にアメリカ側の米韓安保に対する見解が盛り込まれたそうです。それだけアメリカの韓国に対するフラストレーションが高まっているということでしょう。アメリカはこのままの心境で共同記者会見に臨めばアメリカと韓国との対立が表面化してしまい、これでは中国と北朝鮮の思う壺、あえて 米韓安保協議会の後の共同記者会見がアメリカの意向で中止されたのはこのような背景理由があったからなんです中国や北朝鮮は米韓を分断する狙いで韓国にアプローチしているわけですが南北融和を政策に掲げる文政権にとっては米韓関係に溝ができることは目標達成へのチャンスなわけです そして、米韓安保協議会の中で、アメリカに相談もなしに終戦宣言をすることは何事だと、ポンペオ国務長官に問われた韓国の代表は、ムン大統領の終戦宣言はもちろん、非核化とセットということですよと、まあ、すかさずフォローを入れて説明したと言うんですけれども、アメリカはムンジェイン大統領をこれまでの言動から見ても、全く信用していないそうなんです。 アメリカに対する言動と国内での発言が全く違うわけですから。文政権はアメリカとの溝を埋めるどころか、なお一層アメリカ離れしていくだろうとアメリカは見ています。それでも地理的に重要な位置に、米軍を駐留させたいアメリカ、米韓関係の悩ましいところです。だからこそのクワット。 日本、アメリカ、オーストラリア、インドの関係強化なのでしょう。特にアメリカは日本との安全保障が今後大きな鍵になると見ています。韓国は同盟国であるアメリカを怒らせ、そしてアメリカ側である日本との関係もこじらせ、一体どこに向かおうとしているのでしょうか。もうすでにレッドチームの仲間入りをしたとみられている韓国と、 今後どう付き合っていくべきか大きな問題が発生しないうちに日本政府も考える必要があると思いますさてここまでお話ししてきましたが皆さんはどうお感じになりましたでしょうかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそしてフィーフィーチャンネルの登録もお願いします